伝統工芸の銅器発色の技法なんです。これいつも YouTube 見てます。聞いてみると結構早いんだよな、設計にしてる。お店だからね。できたのお店、お店、エフェクターのお店。はい、どうも、始まりました。今回は先日開催された横浜ミュージックスタイルのイベントレポート動画です。こちらは初日開演前の会場です。おはようございます。はい、おはようございます。大森壮さんです。いい感じでブースが準備してるんですけれども、なんとですね、カーシアン北田くんが来てないっていう。なんか今日は2社で、ね、あれ、おはようございます。間に合います。じゃーん、ブースが無事にオープンしました。揃いました。オーバルトンさん、そしてカーキアン、タイム投了、こんな感じになってます。じゃじゃじゃーん、取り込み中失礼します。あ、田中さん、これは新作の、これは何でしょう。45ドライブギアという、はい、ちょっとコマーシャル系の。今これがオフ。で、はい、絞るとまたカリカリに。なるほど。ここにすると結構原因。ミニサイズ筐体でこんなにグッとくる音僕あんまなくて。いや、これマジで。いや、わかるっしょ。ここになんか謎の V2 って文字があるんだけど。いや、気づいちゃいましたか。ちょっと今回スタミアの方を、はい、今までやってたところから少し回路をさらに一新して、はい、今準備してるところなんですけども、はい、V2 という形で、はい、登場させていただこうかなと思ってます。田中さん弾いてくださるそうで。ありがとうございます。相変わらずあの作れる音の幅が広いのにプラスして臨場感が増したというか、僕ね、注意気がすごく出る音好きだから、これね、こっちの方が好きかも。ありがとうございます。じゃあこちらもいいですか。まだあんの。はい。お、え、これ製品。製品です。え、なんかつまみないけど。そうなんですよ。今回そのお、オーバルトンさんの名機プライムギア、はい、こちらをギターに搭載させていただくようにちょっとチューニング、再チューニングしていただいて、はい、できちゃいました。あ、そうなの。じゃあもうバッファーってことで、これでもう何もいじらんでもこれが入るとプライムギアのバッファーが中で動くと。そういうことです。ギター内蔵に適するように、ちょっと電池の寿命が伸びるように、その消費電量を抑えたりとか、そういうチューニングしてます。古ギターさんやってきました。山田さん、あ、どうも、おはようございます。来ました、来ました。輝いておりますね。でこのピックガードはもうまさにおしゃれだと思うんですけど、銅でできてる。お、銅。そうでね、銅ってこのやっぱ銅色じゃないですか、はいはいはい、これがどうしてこんなおしゃれな色になるんですか。山梨県の高岡市っていうところがあって、はいはい、そこの、伝統工芸の銅器発色の技法なんです。はいはいはい。富山のお店だから、その富山に根付いた技術と組み合わせて作られてるギターですね。これすごい。田中さんに会いました。びっくりするから。動画見てますよ。もうめっちゃ撮影してますね。そんなもお互いにね、頑張っていきましょう。またやりましょうね。やりましょう。ハンジャッカル作ってますよ。やってますね。やってるやってる。いや、やってるし、こないだちょっと出来上がったのが一旦やっぱ自分でボツにして、ちょっとちゃんと進んでる。あ、本当ですか。いや、もう我々がまたやりましょう。田中さんでした。斉藤さん、どうも、やってまいりました。光ってますね、ほっぺた。
ですか、どうですか、どうですか、どうですか。もう大盛況ですね。大盛況ですね。久しぶりのね、全国、こういうね、大きい規模の ね、久しぶりのイベントで、素晴らしい。今日のおすすめは、今日のおすすめこれですね、やっぱね。これ、これ、これおすすめなの、これは何でしょうか。シンプルなね、オーバードライブなんですけどね、ポイントコントロール。やばいですね。やばい。これ、ちょっと待って、このケース、どこで仕入れるんですか。これ、文房具屋さん。アルテロスさん、安田さん、こんにちは、どうも。ちょっと待って、何このソファー。ちょっと僕、座りたい。いやー、あのね、イベントやっぱ立ってて疲れるんで、遊びに来ていいですか。おすすめの楽器は本日これ、オリジナルシェイプ、アミコシリーズっていう。オリジナルシェイプ、この色おしゃれ、いいですね。可愛い感じで、はいはいはい、手軽にこうソファーとか座ってつまびいてもらう。なんかリビングに置いてあっても、すごくなんかインテリアとしてもおしゃれな感じですね。音太郎くん、姉ちゃん久しぶりやん。イエーイ。最近ね、今井さんの動画いっぱい見てるよ。マジで？ありがとうございます。今日はじゃあライブ頑張ってね。うん、ね、頑張るよ。めっちゃ楽しい。今日はラーメンがね、お店だからね。来たの？お店で来てるの今日。お店、エフェクターのお店。あ、そうなの。ここ開けれないの。開けたらちょっと危ないし、あと暑いんじゃないかな、ちょっと、うん、でも西尾さん開けてたよ。西尾さん開けてたの。西尾さんとメダルの4個のやつ、うんうん、じゃあね、うん、じゃあね。じゃあアポロンさんブースやってまいりました。こんにちは。新潟から来ました。アポロンさんのね、なんか面白い楽器扱ってたりするじゃないですか。ここいきなりいいですか。これなんかめちゃめちゃ気になってたんですけど、ボヘミアンギターっていう、はい、オイル缶で使ったアップサイクルギターです。オイル缶ですよね。もう取れたりとか。あ、取れるんだ。オイル缶なんだ。それ中に液体入れたらどうなるんですか。多分壊れますね。それはやめてくれと。他になんか おすすめ機材あります。うちといえばって感じなんですけど、マッシュギターです。お、いろんなところの方に使っていただいてます。はい、うちといえばみたいな、ブランドにも。はいはいはい。最近人気すぎて受注がどんどん伸びちゃって。あ、そうですか。めっちゃ売れてる。めっちゃ素晴らしい。ここら辺も非常に人気で、インストルクギターって言うんですけど、はい、基本的にはビザールギターをトリビュートして作ってます。でもギターなんですよね。そうです、ギターですね。へー、このカラーがやっぱ特に人気だ。これマカロニ鉛筆のマクリさんが購入。あー、なるほど。MV で出てくる。あれ、ここだけコミケ感、ここだけコミケ感がする。小沢さん、はい、何持ってるんですか。あれ、いいギターでしょ。いいギターですね。いいギターでしょ。ここだけなんかコミケみたいになってますけど、いいでしょ。あら、おすすめは、おすすめ今つないでるこのクマちゃんディレン。クマちゃんディレン、もうね、僕ね、音にもう気がいかなくて褒めてんだか何なんだか。いや、でもね、音も素晴らしいんですけど、見た目がね、見た目がまずだって。これ売れてますね、最近。おかげさまでね。だって他にないから。こんなアホなことする人いない。いやいや、アホとかじゃないですけど。ケンジクラゾシリオさんです。日本の今この、ね、エフェクター業界というか、はい、アンプ業界というかね、はい、それはこの垣間見れて、なんか素敵なイベントかと思います。ですね、最近ちょっとできてなかったんで、こういうイベント嬉しいですね。もうびっくりしててくださいます。じゃーん、アースクエイカーデバイセスなんとかやってきました。もう最近さらにデザインがおしゃれというか、なんか素敵なのが多くて、限定モデル、これ限定モデルですか、この紫のやつ。あ、そうですね、こちらが、はい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 、今定番カラーなんです、ね、はいはいはい、今限定でこのカラーも出してます。僕この限定カラーめちゃめちゃ好きです。なんか今おすすめモデルとかあったりするんですか。あ、やはりこのヒズミタスです。
ですね、はい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 、ビッグマフを、まあまあ、メインとしたところなんですけれども、ちょっとディストーションっぽいというか、はい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 、ディストーションの要素が6でファズが4みたいなイメージで、あ、使いやすいファズってことですね。ケースタワークスさんやってきました。どうもこんにちは。じゃあもうこのいつものケースタワークさんの素敵なシェイプのギターたちがたくさんいられますけど、なんか今回のイベントでおすすめ、そうですね、一押しあるんですか。まずここボゾン KGW っていう弊社の姉妹ブランドから展開しているボルボーン22のメイプルシバの、あーかわいいメイプルが、はい、で相手の渋いモデルからこういうパステル系のね、なんかちょっと今までとテイストが違うライトな感じがして、テイストをよりもっと広めていこうというコンセプトの、なるほど、これ7月1日から発売開始になるので、フリークースターということになります。あ、こっちはトレブルブースターで、これが発売になると、こっちはもっとギターそのものの原音だとかアンプから出てくるサウンドをよりもそのものを損なわずにプッシュするみたいなイメージでこちらは制作しました。じゃあ DC ガンディさん来ました。津島さんです。よろしくです。どうも。いや、いつも YouTube 見てます。どんなハモリや。ちょっと見させてもらっていいですか、はい、いや、なら、ここならだって、あ、嬉しいです。アイオンも恐縮ですけど、全部の YouTube の大先輩ちょっとチラッと見てみますか。はい、おすすめは、ですね、やっぱ TC だっけ、あの中古専門店なんで、はい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 、こっちにあるお、これはヴィンテージと国産中心的なジャパンヴィンテージですね。この見た目に振った子たちを連れてきました。結構また振り切ったのをお持ちになられました ね、これとかもうヴィンテージのギブソンとかフェンダーは、はいはいはい、こっちじゃなくていいかなと思って今日みたいなイベントは、はいはいはい、こっちのなるほどこの感じが。じゃあまたお店に遊びに行けばこういうギターとたくさん出会えるということで、はい、西垣さんでした。ありがとうございます。じゃあメアリーギターズさんやってきました。これとかおしゃれですね。なんか推しのポイントとかってあるんですか。結構見た目で見た目ビジュアル感が、はい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 、イメージされるんですけど、弾いてみると結構ハイエンドな設計にしてるんで、おーほーほーほー、結構バキバキなんですよ。あ、そうなんですね。やっぱ結構お客さんの心を裏切られる。へえ。なんて言われます。ピックアップも結構中央無尽にいろいろついてる感じが素敵ですね。イメージで、マジこっちを触っていいですか。はい、ええー。
これ素材は革？そうです、これ牛革ですね。牛革なんだけども、ジーンズのイメージ、はい、ジーンズのイメージにして、でここにちょっとズボンのポケットに本当だタグをつけて、おしゃれ、後ろ姿にもちょっと可愛いみたいな。確かにやっぱこの楽器の色と合わせられたりっていうところが一番、ね、はい、こうグッとくるポイントです ね。あとはなんか意外な色の組み合わせがいい感じにできたりとか、この辺もご提案させてもらってるんで、ぜひ。素敵、これなんかこんなの色でお願いしたいときオーダーも、あ、もちろんカラーオーダーもね。素晴らしい、じゃあエキゾチック、そしてベムラムさん&ツーロックさん、ベースいかつい、じゃーん、エキゾチック、エキゾチックギター、そしてこちらにはツーロックからのベムラムボード、いかつすぎるやろ。これはもしやシールドケーブル聞き比べれるやつですか、はい、あー、なんとどうですかシールドケーブル、結局、はい、動画とかでの、はい、うん、違いが難しい。ああ、動画だとやっぱり分かりづらいですよね、ケーブルの違いを伝えるのは。やっぱり実際自分で体験して違いを、うん、体験できる。これ何が違うんですか。シールド自体は全て一緒で、うんうんうん、違いはプラグです。プラグね、これ違うんですよね、マジで。プラグも、はい、自社製プラグ、はい、全て削り出して、はい、真鍮ですか。そこでプラグの構造っていうのはチップ、はい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 、2種類の材料、ここの真鍮と、うん、フォスファーブロンズ、布製の、あ、はい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 、の材料を使って組み合わすことができるんですね。はい、はい、はい、 B は真鍮のプラス、はい、はい、プラス、プラス、プラス、銀製のフォスファーブロンズ、はあはあはあ、なので3種類メインであるんですけど、うん、1つはオールブラス、あ、オールブラス、はい、はい、はい、でオール銀製度はこの銀色っぽい感じになってますね。こちらがこのスリーブの部分だけ、はい、はい、はい、銀製、うおー真鍮、銀製、真鍮、なるほど。じゃあこうやって遊びに行った人は試せちゃいますよという。Thank you.
はい、どうも終わりました。無事にお疲れ様です。こんな感じで今もう会場ももう完全に撤収モードでございますが、たくさん本当に人来てくれて本当にいいイベントになりましたね。で、あの今回あの我々のブースのあの情報概要欄にすごいね、もう今撤収中ですから、はい、概要欄に載ってますのでそちらもぜひぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたの動画でーす。バイバイ。